それでは続きまして、第2章としまして、朝廷人候補者として推薦をされるための補充知識というものをこれから話をしていきたいと思います。 まあここはえさほど大きな話ではないんですけれど、まあ、あの、託した物取引士というもの自体が、いわゆる不動産取引に関しては、専門的な資格だということには当然なってくるわけなんですが、え通常、宅建士の学習なんかをする場合、つまりいわゆる受験勉強とかいう形でする場合につきましては、まあ、建築あるいは法律に関してもですねえ、それほど深く突っ込んで勉強していない分野も当然あります。 でそういった部分について少し補充をすることによりまして、まあ、調廷人候補者に推薦をされるためのですね、えー、まあ、内容として押さえていただきたいというものをこれから少し話をいたします。で、まずは、調停人候補者として推薦をされるための補充知識としましての建築編についてです。 まあ内容については非常にですね、表面的な形のものが多くはなりますけれど、建築関係はあまり通常ですね、学習をしたり抑さえていらっしゃったりする方が少ない部分でもありますので、その点を少し補充する趣旨で話を進めていきたいと思います。まず建物に関しては、建物の一番下に基礎が存在をしますよね。いわゆる基礎構造と言われるものです。でこれに関する内容がここからの話になります。 では、冒頭をまずご覧いただきまして、基礎というのは建物の最下部にあって、一般に建築物の上部構造、上部構造というのは建物の本体です。えー上、上物ということですね。本体からの荷重と読み,読みますが、まあ、重さのこと。荷重を地盤に伝えて、安定的に建物を支持する下部構造の総称のことを言います。 で、この基礎というのは事業と読みますが、事業の形式によって、浅い基礎、まあ直接基礎と言います。それから深い基礎、これは食い基礎とかピア基礎と言ったりしますが、そういったものに対別をされますということになります。で、表がありますよね。基礎のまあ概略ということですけれども、左側で直接基礎、悔い基礎、ピア基礎なんていうのがあります。 まあ、とりあえずは直接基礎と区域基礎というものがなんとなくイメージできればよいかなということだと思ってくださいで直接基礎というのはさらに細かく種類が分かれましてフーチング基礎というものとベタ基礎というものがあります後でそれぞれちょっと簡単に見ていきますそれから区域基礎に関しましては支持食いというものと摩擦食いというふうな種類がありますこれも後ほどちょっと簡単に見ていきます で一番下はあまり気にしなくて結構ですが、ピア基礎、ケーソン基礎なんていうものがあったりします。さあ、で、右側の特徴の方を見ていただきますと、直接基礎というのは、右側見ていただきますと、杭などを用いないっていうのが特徴ということになりますね。要するに、杭基礎と直接基礎っていうのがあるわけですから、直接基礎は杭を使わないというふうな位置づけになるわけです。で、建物の荷重を基礎を通じて直接地盤に指示させた基礎だということになります。 他方で、区域基礎に関しては一番右側ですが、文字通り、区位を用いて、建物の重量を株地盤に伝達をさせる区位を使って指示をさせた基礎ですよ、ということになります。まあ、以上が直接基礎、区域基礎に関する簡単な特徴ということでした。では、さらに下の方で少し詳しめに見ていきましょう。表の下に移りまして、カッコ1番です。直接基礎ですね。 直接基礎というのは、建物の荷重を直接地盤に伝えるもので、建物の規模が小さく軽量である場合や、地表付近に良質の土層がある場合に採用されますということです。で、二段落目ですが、柱や壁の直下で、建物の荷重や外力を地面に分散をさせる機能を持つフーチング基礎、まあ布基礎と言ったりしますけれども、フーチング基礎や、あるいは許容地体力、つまり耐えられる限界の力ですね。 それに比較をして、建物の荷重が大きい場合に、建物の全平面ですね、いわゆる一番下の底面全体にわたって一体となったフーチングを設けるベタ基礎などがあります。 まあ、要するにその下ののイメージのような図ですねその図のようなイメージを持っていただければ良いんですけれども、まあ、フーチングというのは要するに柱の下をですねちょっと広げたような形でその広がった部分の底面積の部分でですね建物の重さを支えていくというもの、まあ、これがフーチング基礎と言われますで。柱ごとにこのフーチングが独立しているものを独立フーチング。 で、それが連なってですね、枠状になったりしているものを、まあ、布基礎とか、あるいは連続フーチングとかっていうふうないう形で言ったりします。他方で、ベタ基礎というのは、文字通りベタっと一面の形で基礎にしてしまうタイプのものということになります。で、フーチング基礎と、それからベタ基礎というふうな種類がありますけれども、建物の規模、 ですとか、あるいは地表のですね、地表付近の土層の状態とかいうことによって、それぞれ選択をするという形になるわけですね。ですから、まあ、直接基礎で、フーチングの場合につきましてはですね、フーチングで支えられるようなものを前提としていますで。それよりも建物の規模が大きかったりする場合につきましては、底面全体で支えた方が安定できますので、まあ、ベタ基礎を採用したりするということになったりするわけですね。まあ、イメージ的にはそんなところです。 では、下に移りまして、今度は括弧2番目、杭基礎というのを見てください。杭基礎とは、建物の規模が大きく重量がある場合や、軟弱な土層が地表から相当深い部分まで続く場合など、直接基礎では安定的に建物を支えることができない時に、建物の重量を株地盤に伝達をさせる杭を使って指示をさせるものだということになっています。 まあ、要するに直接基礎と比較をした場合に建物の規模が大きい、重い、あるいは地表地表付近の土層がですね、あまり良くない、安定的でない、といった場合については、えー、杭を指して、そして安定的に建物を支えられるようにするということですね。えー、そのための基礎をですね、杭基礎というふうに言うんですということです。 で、二段落目をご覧いただきまして、えー、区域には軟弱な地盤を貫いて、下部の強固な支持層に杭の先端を到達をさせ、杭先端の支持力によって建物の荷重を支える支持杭というものと、それから杭を下部地盤まで到達をさせず、杭周面と土の摩擦力によって指示をする摩擦杭といったようなものがあったりします。で具体的には次のページをご覧いただきまして、 5ページの上の方ですねえ。図がありますのでちょっと見てください。まあ、左側が摩擦食い、右側が支持食いです。でこれ横から断面をですね、取って横から見た図ですけれども、一番下の方に硬質層といってまあ、硬い層があります。これ支持層です。 で、この高質層という硬い塗装のところに、杭の先端を届かせて、そして、この先端部分ですね、その杭先端の支持力によって建物の荷重を支えるというのが支持杭ですで。ところが、この支持層、高質層がですね、これが非常に深いところにあるような場合については、杭の先端が届かない、届かせるような形にすることが難しいというふうな場合もあります。 でそのような場合につきましては、杭をその支持層のところまで届かせずに、その手前のところで終え,られ終えさせてですね、そして杭の周面の、周面と、それから土との摩擦の力によって建物を支えるというふうな方法もあります。で、これが左側の摩擦杭ということになるわけですね。まあ、そんなイメージを持っていただければ良いでしょうということです。 でちなみに、図の上の文章、ちょっと2行分をご覧いただきますと、えー、なおということですが、同一の建物で指示食いと摩擦食いといったようなものを混用することは、不動沈下といいますが、まあ、要するに同じ形で下がらないで、下がり,下がり具合が場所ごとに変わるということですねで。この不動沈下による建築物の損傷の一因ともなり得るので、避けるべきだというふうにされています。 まあ以上が杭に関しての簡単な説明ということでした。では続きまして杭の話を終えて建築の構造に関する話に移りましょう。今度は大きな2番のところをご覧ください。建築構造と工法というものについてです。建物の構造には次のような種類のものがあります。ということで皆さんがよくご存知の構造について簡単にですが見ていく,ていくことにいたしましょう。 まず、カッコ一番で木造で軸組み工法と言われるものです。木造は骨組みを木材で構成をする建物の総称で、特に日本古来の伝統的な家づくりを発展させ、簡略化した柱と梁。柱というのは垂直の部材ですね。梁というのは柱と柱をつないだりする水平の部材のこと。 まあそういう柱と梁の軸組みによる工法というものがあって、それを軸組み工法とか在来工法とか呼,び呼んだりしますで。建築基準法によりまして、柱の太さ、それから筋替え、筋替えというのは斜めにですね、まあ、かけるような形の部材のことです。それから壁量、そういったようなものの基準が定められていて、 そして、耐震性を補うための接合金物、それから体力壁といったものの改善も行われ、小建て住宅としては最も多く採用されているということになります。まあ、これが木造の軸組み工法と言われるものです。え続いて、カッコ2番目。2×4。これは要するに 2×4 と言われるやつですね。枠組み壁工法と言われたりします。では、文章を見ていただきまして。 2ォ4というのは、2インチ ×4 インチ。まあ、これで2ー、4イあの、要するにかけるっていうのは英語では倍というふうに言いますよね。ですから、2×4 っていうのを英語で読んだもので2ォ4というふうに言うわけです。ということで、2インチ ×4 インチのフレームに構造用の合板というものを打ち付けたパネルを組み合わせ、面、つまり壁と床ですね。これによって構成をする箱型の構造物。これが2ォ4工法ということになります。 要するに床、壁、天井というもので構成をされる面的なもので構成されるものですっていうことですね。先ほどやった括弧1番の軸組み工法は柱とか梁といったような棒状の部材を使うことになるわけです。これに関して括弧2番の 2x4 は棒状の部材ではなくて面で建物を構成すると。イメージ的にはティッシュの箱みたいなものを思い出していただければ良いかなというふうに思います。 はい、そして2段落目ですが、工場生産をしたパネルを現場に搬入をして施工をするため、他の工法に比べて現場での工期は短めだということになります。そして木造の軸組み工法、先ほどやった括弧一1番ですね、これに比べて体力壁と床が硬く一体化されていて、壁がバランスよく配置をされています。そのため一般的に耐震性は高いとされます。 ただし、間取りの自由度は高くはないと言われたりしています。まあ、以上が 2x4 の特徴ということになります。では続けて下に移りまして、カッコ3番、鉄骨像、S 像と言われるものです。まあ、S はスティールの S ですね。ということで鉄骨像、スティールストラクチャーということで S 像と言われたりします。文章を見ていただきますと、 構造上主要な部分に片方、片方、後半といったような鋼材を用いて組み立てる構造ですということです。鋼材の持つ優れた強度と人性、人性というのは粘り強さのことです。人性によって超高層から低層の建築物、そして大スパン構造の建築物などに用いられますということになっています。 で、大スパンというのはですね、スパンというのは英語です。これは要するに間ということ。じゃあ何の間なのかと言いますと、ここでは柱と柱の間のことを、まあ、スパンというふうに言ってるんだと思ってください。ですから大スパン構造というのは柱と柱の間が大きく空いているような構造。まあ、そういったものをですね、S 像というのは得意としてるんですということになります。で、まあイメージしやすい例を一つ挙げますと、皆さんが誰でも利用したことがある、いわゆる学校の体育館。 これがまあ代表的な例ということになりますね。学校の体育館っていうのはバスケットコートが中にあったりしますけれど、バスケットコートのセンター,センターの部分のところには柱は立ってませんよね。ああいうふうなものをイメージしていただければよい,いわけです。つまり柱と柱が大きく空いているような大空間を確保できるですね。そういうふうな構造を得意とするものが S 像ということになります。従って S 像の特徴として大、まあ、スパン構造が得意なんだって話が出てきたりするわけですね。 はい。では、続いて二段落目になりますが、え最も、被覆のない鋼材は500度以上の熱にさらされると強度が半減し、そして、容易に変形、次のページになりますけれども、容易に変形をするなどの問題があるため、耐火被覆等の措置を取ることが欠かせませんと。で、加えて、鉄は酸化をしやすいので、防性処理というものも不可欠ですということになっています。 この辺も少し一応ですね、筋を押さえて,お,きておいていただきたいとは思うんですけれども、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、の鉄っていうのはですね、もともと熱には強くないんですね。熱に弱いというふうな、まあ、端緒といいますか特徴がありますで。具体的には先ほども書いてありましたが、約500度で強度が半減をします。で約1000度になりますと強度が0になるというふうに言われています。 そうしますと例えば建物で火災が起きたりした場合にはですね、まあ、建物の支える部分であるその鉄の強度が下がってしまうということで建物自体が崩壊をしてしまう恐れがありますのでそういったものに抵抗するためにいわゆる耐火被覆というものが不可欠だというふうになっているわけですですですから火に耐えるための覆いということですねそういう耐火被覆が不可欠だという話になるのがこの S 像だということになります まあ最近はですね、技術革新も進んでおりまして FR 鋼といってファイアレジスタンス鉱というんですけれども耐火性がその鉱材そのものに備わっているようなものも出てはきていますけれども、まあ、まだまだですね、まあ、あの一般的には耐火皮膚がいるというふうな鉱材が大多数ということにはなってきますので、まあ、そういうふうな特徴があるんだということを認識をしておいていただきたいということです。 それからもう一つ、鉄は酸化しやすいって話が書いてありますが、まあ、酸化するっていうのはどういうことかというといわゆる酸化鉄になるということ酸化鉄というのは簡単に言いますとサビのことですですから鉄は錆びやすいということになるわけですねで錆びてしまうと問題が起きますので防水処理が必要ですということになっているわけですでちなみに錆びると問題が起きると今話をしましたがどんな問題が起きるか分かりますか もちろん見栄えが悪い。これはもう我々が例えば自転車なんかのホイールが錆びたりするのを見てよく目にする話でもありますよね。見栄えが悪い。確かにそれはそうです。ただ問題はそれではありません。見栄えが悪いだけではなくて建物そのものに重大な影響が発生をするんですね。えー、具体的な話をいたしますと鉄はですね酸化鉄になるとつまり錆びますとまず体積が約2.5倍に膨張します。えー、それからさらに鉄は強度がですね下がってしまいます。 そうすると、錆びることによって体積が膨張するということは、例えば周りをコンクリートで覆っているような場合につきましては、鉄が錆びると自分の周りを押さえつけているコンクリートを外に押し出すことになりますね。従ってコンクリートの壁の、えー、まあ、亀裂がコ、コンクリートの壁に亀裂が入ったり、えー、場合によっては壁が剥落をしたりですね、あるいは爆裂といったような現象を起こしたりするということになります。 さらに、鉄は建物を支えている部分の一部であるにもかかわらず、鉄が錆びてしまいますと強度が下がります。だから建物全体を支える力が下がってしまうので、建物に重大な影響があるわけです。まあ、そういう点で、鉄が錆びやすいというのは建物に大きな問題が起きますので、それを防ぐために防錆処理というものが必要になるんですということになります。まあ、そんなところをちょっと認識をしておいていただくと良いでしょう。 では続きまして、カッコ4番目。経路鉄骨像、プレハブ工法というところです。経路鉄骨像とは厚さが6ミリ未満の鋼材で構成をされる構造ですということになっています。 え、軽量鉄骨像の建物は、この鋼材を利用して、一般的には、前もって主要部材を工場で生産をし、それを現場で組み立てて設置をする、プレハブ工法。まあ、プレハブというのは、プレファブリックというものの略ですけれども、プレハブ工法というもので作られているということですね。で、二段落目ですが、一般的な木造と、それから鉄筋コンクリート構造、これはすぐ次でやります。RC 像のことですが、鉄筋コンクリート像の中間にあたる工法と言えます。 で、工場である程度、製造をしたパッケージを組み立てますので、まあ、建築コストは安くて、かつ工期が短いというメリットがありますよということです。それから次、今度は括弧5番に移ります。鉄筋コンクリート構造、RC 像です。RC はリンフォーストコンクリートの略ということになります。リンフォースっていうのは、いわゆる補強ということです。で、コンクリートはコンクリートですね。 ですから RC 像というのはリンフォース r コンクリートストラクチャーすなわち補強コンクリートとも言われる構造ですで。名前の通り鉄筋コンクリートですから鉄筋とコンクリートを使うということですね。文章本文のところを見てください。鉄筋コンクリート像というのは鉄筋とコンクリートを組み合わせて一体化した構造だということになっています。この鉄筋とコンクリートのそれぞれの長所を活かすように合理的に組み合わせているということですね。 で、ちょっと細かい話なんですけれども、鉄筋とコンクリートのそれぞれの長所って一体何なのかって話なんですが、鉄は先ほど特徴として言いましたね。要するに熱に弱いんだということ。それから錆びやすいんだって話がありました。で、これに関して実はコンクリートがそれを補ってくれているというふうなところが今言った話なんですね。具体的に言いますと、コンクリートっていうのはですね、熱に非常に強い特性を持っています。 ですから、熱に弱いコンクリートの周りを熱に、熱に弱い鉄の周りをですね、鉄筋の周りを熱に強いコンクリートが覆ってくれていれば、ある意味、耐火被覆をしているようなものなわけです。まあ、そういう点で、鉄とコンクリートを一体化させて建物を構成する RC 像というのは、まあ、非常に良質な部材になるということですね。さらにもう一つの鉄,鉄の端緒であるですね、錆びやすいって話がありました。 で、錆びるというのは鉄が酸化をするということで酸化鉄になるということなんですけれど鉄の酸化を防ぐためにはアルカリのものにつけておくと酸化は防げるというふうなことになるんですね。で、このコンクリート鉄ではなくてコンクリートの方ですがコンクリートっていうのはですね具体的にはまあセメントでセメントですねそれから水あとは空気が混ざっちゃいますがそれをまとめてセメントペーストと言いますでそしてまあいわゆる細骨材といって細かい骨材まあ、砂ですね それから、粗骨材粗い骨材といって、まあ、いわゆる砂利のことですえ。そういった形のセメント、水、それからまあ、空気は混ざっちゃいますが、空気。これを混ぜたセメントペーストに、まあ、細骨材という砂、さらには粗骨材というふうな砂利ですね。これを混ぜて、コンクリートというふうになるんですけれど、そのコンクリートのそもそもの原料であるセメントというものがですねえ、石灰を主原料にしているんですね。で、この石灰に関しては、アルカリ性の性質を持っているんです。 ですから、えー、石灰を原料にしているセメントひいてはセメントペーストひいては、まあ、いわゆるモルタルですねモルタルは砂を混ぜたところまで,でさらにはひいてはコンクリートこういったコンクリート系のものが全てアルカリ性の性質を持つということになります。そうすると 鉄は酸化をして強度が下がったり体積が膨張したりして問題が起きるんだって話を先ほどやりましたけれどその錆びやすいような鉄をですねコンクリートので周りを覆ってあげるつまりコンクリートの中につけておきますとコンクリートがアルカリ性の性質を持っていますので錆びを防ぐ役割を果たしてくれるんだっていうことになるわけですでそのような意味でも鉄とコンクリートを一体化させる RC 像というのは非常に良質な部材になるというふうなことになるんですね まあそういったところもちょっと認識をしておいていただくと良いと思います。でさらに話を派生させればですね先ほど言いましたコンクリートがアルカリ性の性質を持つこれはその意味で非常に重要な建物にとっては重要な意味を持つ性質ではあるんですけれどコンクリートの性質であるアルカリ性も永続的なものではないんです。 と言いますのもですねコンクリートがまあ鉄をです鉄の周りをコンクリートで覆って一体化した場合っていうのはその建物の外表面部分はコンクリートが出ていることになりますよねでそのコンクリートは空気に接していることになるわけですで空気中には構成要素として二酸化炭素っていうのがありますねでこの二酸化炭素とそれからコンクリートのアルカリ性とが接しますと酸とアルカリということで中性化していくんですねでこれを中性化の現象というふうに言います でそうするとコンクリートのアルカリ性も永続的に続くものではなくて外表面部分からだん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 そのアルカリ性の性質が失われていく、まあ、これを中性化の進行というんですけれども中性化が進行していくわけですね。 でその中性化の進行が内部の鉄筋のところまで到達をしてしまいますとどうなるかというと鉄をサビから守ってくれる鎧の役割を果たしていたアルカリ性の性質がなくなったことになりますのでその時点から鉄がサビをサビ始めていくというふうな状況になっていくんですね。 ま、ということで、そのような鉄の中性化、コンクリートの中性化ですね。コンクリートの中性化というふうな現象についても、注意をしてですね、いかなければいけない。なんていう話が、RC 像なんかのところを中心として起きてくるということになります。はい。まあ、以上でした。さあ、では話をちょっと元に戻しますけれど、今度は括弧5番の2段落目に移ります。耐震性や耐火性に RC 像は優れる。 で比較的自由な形状の建物を建てることができるということになりますが、自重、自重と呼びますけれども、自重というのはその建物自身の重さということです。自重が大きい。そして後期も長めということになります。というのは鉄筋コンクリートはですね、即席の石ですね、コンクリート。これを大量に使っていくわけですから、建物全体としては極めて重さが重たくなるんですね。そういう意味でですね、自重が大きいということ。 それから、コンクリートに関しましては、現場で型枠を組んで、型枠に流し込んで固まるまで待って、次の工程に行くというふうな作業工程をですね、たどっていきますので、やはり、工場生産したものを現場でですね、持っていって組み上げていくというふうなものとは違って、工期が長めにかかったりするということになります。 ただ最近はその後に書いてありますが、プレキャストコンクリート工法と言い,いまして、まああらかじめ工場などでですね、型枠に打ち込んで製造した鉄筋コンクリートの部材を現場で組み立てて構造体を作るなんていう風な工法も登場してきています。まあこの方法の場合にはやはりそれだけ工期が短くできますよという話になりますね。では最後に確保6番目。鉄筋コンクリート構造です。これは SRC 像という風に略されます。 SRC の S はスティール、RC は先ほど出てきました、リーンフォースとコンクリートです。ですからまあ、S と RC ということになりますので、鉄骨、鉄筋、コンクリート構造ということになるわけですね。まあ、名前から見ていただければすぐわかりますけれど、本文ですね。鉄骨と、それから鉄筋、コンクリート。これを一体化した構造で、鉄骨の周囲に鉄筋とコンクリートを巡らせたものだということになります。 で一般的に鉄筋コンクリート構造つまり先ほど見た RC 像と比べてさらに強さと粘りのある、まあ、耐震耐火構造だということが言えます、まあ、ただ最近はですね SRC というものはですね非常にコストがまあかかるということもありまして例えば、えー、まああの高層マンションあの超高層のマンションなんかありますけれどああいうものについては RC 像でえまあ作ったりするというふうなものも結構あります まあ、あの最近の技術革新でですね、コンクリートに関しても非常に強度の高いコンクリート、まあ、超高強度コンクリートとか、高強度コンクリートといったりしますけれど、そういうふうなコンクリートというものがですね、まあ、出来上がってきました、開発をされてきましたので、そのような高強度コンクリートとか、超高強度コンクリートというものを使いまして、SRC ではなく、つまり真ん中に鉄骨を入れているのではなくって、RC、鉄筋とコンクリートだけでですね、超高層のマンションなんかも作れるようになってきているということに 以上がここまでの話ということでしたそれでは建築分野での補足としては最後になりますが大きな3番です力学的な構造形式による分類ということでラーメン構造と壁式構造というものについてちょっと見ていきたいと思います まず、ラーメン構造っていうのは一体何なのかっていうことですが、柱や梁などの部材の各接点を合に接合。これはしっかり固定ということです。合接合して、そして一体となるように構成したもので、柱、梁は主として曲げ、強度で外力に抵抗するという構造です。 それから先にちょっと下を見ちゃいますと、括弧2番、壁式構造。こちらは、鉄筋コンクリートの壁や床といったような平面的な構造体のみで構成をされ、柱の代わりに壁で建物荷重を支える構造だということになっています。まあ、つまり、ラーメン構造っていうのは、柱とか梁といったような棒状の部材を前提に、まあ、た建物を組み上げて支えていくという構造。 他方で壁式構造は壁や床といったような面ですね。面によって構成をされて建物を支えるという構造だということになります。で、イメージ的には次のページをちょっとご覧いただきまして、7ページ目のところの図ですね。左側がラーメン構造、右側が壁式構造です。でこれでイメージは大体湧くと思います。左側には柱とか梁といったような棒状の部材が使われてますよね。 他方で右側の壁式構造はそのような柱や梁はありません。壁や床といったような面的なもので構成をするということになるからです。まあ、そういったところをイメージとしては持てるようにしておいてください。はい。で、もう一度前のページ、6ページの下のところに戻りますけれど、そのようなまあ特徴というのがラーメン構造、壁式構造なんですということになります。 でちなみに3の括弧1、ラーメン構造のラーメンっていうのは、もちろん食べるラーメンの意味ではありません。これはドイツ語でして、いわゆるラーメンというのはですね、枠という意味なんですね。英語でいうところのフレームですで。そういう観点から見ていきますと、柱と、それから梁があった場合には、柱が2本、それからそこを梁で繋いだ場合については、額縁が出来上がりますよね。 つまり柱や梁といったような棒状の部材を、まあ、あの元にして建物を組み上げていくということになる場合については、額縁が出来上がりますので、そういったところに着目をして、そのような構造をですね、枠構造ですね、枠構造。あるいは英語で言えばフレーム構造。まあ、ドイツ語を使えば一般的にはラーメン構造というふうに言ったりするわけです。まあ、建築上ではですね、通常ラーメン構造ということが多いですので、まあ、その名称をきちんと慣れていただくと良いかなというふうに思います。 で、ラーメン構造の特徴として、えー、と2段落目のところですね、回、えー、を重ねる建物、まあ、構造建築物に適するということになっていますで。鉄骨像だとか、鉄筋コンクリート像だとか、鉄骨鉄筋コンクリート像だとか、そういったものに採用されますよということになっています。 で、逆に、カッ2番の壁式構造は直接テキストには書いてありませんが、構想の建物には適さないと言いますか、一応限界があります。一般的には中低層の建物に採用されることが多いと言われるのが壁式構造だと思ってください。はい。まあ、以上がですね、建築関係に関しての補充知識ということになります。